サッカーアンダー23日本代表、パリ五輪のオーバーエイジ枠はセンターバックで確定か。オーバーエイジ枠でセンターバックとりあえず確定か。別に富安や板倉じゃなくても、それなりのセンターバックいるだろ。代表スタメンクラスにこだわらなければ。また遠藤か。ロンドンの時は徳永大活躍だったしな。J クラブは出したくないだろうし、欧州クラブは当然断るだろう。谷口と吉田でいいんじゃね。リオの藤原。あ、リオ五輪は藤原しか印象にない。誕生日が悪かった藤井がいいな。センターバック、経験豊富なベテラン、リーダーシップがある、国際大会に出場経験あり、開催地フランスのピッチをよく知っている、 J リーグ所属の選手がオーバーエイジにふさわしい。小次元になるけどよろしいか。確かに吉田か谷口かってくらいだぞ。それじゃ吉田も谷口も J 所属じゃない上にフランスのピッチは知らないのよね。たったでいいよ。上田しかおらんな。